チャータに首位打者ありますよ。おお、そうですか。毎回言ってますけど、はい、はい、まあ、それだけのいいスイングをしているということですか。練習試合ここまで5試合で10の3です。引っ張った、どうよ、打球はレフトの左、来たよ、そのままスタンドまで入りました。あるよ、チャーターに守備打者、これは今すごいバッティング。チャーターににホームランが出ました。レフトスタンド、いやー、ジジイさん、かなり難しい球に見えましたけど。いや、インコースのめちゃくちゃ難しいボールですよ。僕、ジジイさんと見てるときいつも打ってますけどね。はい、いや、よくさばきましたね、今インコースのボール。ここです、ここですよ、このさばき。これ打ってもファールですよ、普通、こう畳で。ファールにならずに、切れずにそのまま伸びていきました。よく飛んでた、また茶谷首位打者、はい、これはトレンドワード入りしますね。ですね、はい、あるぞ。いや、見事なホームランでした。素晴らしい。茶谷レフト前タイムリーヒットになります。きた、GD さん一押しの茶谷です。今のバッティングどうですか。茶谷首位打者です、はい、完璧でしたね、これも、変化球ですか、しっかり引きつけてね、もうしっかり自分のスイングできてますよね、タイミングも取れてるし、崩されないですもんね、バッティングが。いや、本当にそうですね、全く崩されずに打ち返しました。茶谷、どのピッチャー、どの球種が来てもね、しっかり自分のスイングできてますからね、派手さはないですけど、もうミート力というかタイミングとのうまいですよ、本当に。こういうバッターが下位にいると嫌でしょうね。9番で本当首位打者とかあるんじゃないですか、3割打ったりとか使い続けても打ちそうですけどね。茶谷今年は打ちますよ、上茶谷。まあ、ジージーさんにこれだけ押されるとですね、はい、ちょっとマリンズファンの皆さんももう茶谷に注目じゃないですか。茶谷に注目ぜひ皆さんしてください。はい、上茶谷になりますよ、今シーズンは。上茶谷の神ってあのゴッドの神ですね。ゴッドでしょ、上茶谷だよ、本当に神ってるよこれ。上じゃなくてですね、はい、ほら今日も打ってますよ。いやいや、茶谷バットがよく触れています。上茶谷だもうこれは。今日3本目のヒット、タイムリーヒット、絶対打ってるもん見てるとき。そうですね、はい、ジジイさん、茶谷が出るときはずっと見ててください。いや、多分茶谷がお金もらって俺毎試合見なきゃいいかもしれない。はい、めちゃくちゃ打ってるもん。いやー、すごいですね、神ってるわこの打撃。今日は3安打、ホームラン、タイムリー、タイムリー。これいつも練習してるバッティングですよね。練習これバッティング まさに茶谷ですよね。リプレイのような打撃練習のときいつまで打ってますもんね。だいたいセンターから右へ、ああいった低いライナーが飛びます。